皆さんこんにちは。第1期往来戦ベスト16、3回戦の模様をお届けいたします。実況を務めます青ゆりかです。よろしくお願いします。そして解説は勝俣健二が務めます。勝俣さん、よろしくお願いします。はい、それでは対局場の準備が整ったようです。第1期往来戦ベスト16 D タグ3回戦東杯の開始です。立ち合いに吉田忠の合図によって3回戦が開始されました。まずは3回戦並びからご紹介いたしましょう。ちいちゃに駒玉子、なんちゃに夏目みどり、しゃーちゃに岡田さやか、べーちゃに大月あいみ、こちらの並びで対局がスタートとなります。トン一局ドラは9ピン、親番は駒田です。なお本日行われる往来戦ルールは一発裏ドラありの WRC ルールで行われます。ハンチャン4回戦を行い、各卓上位2名がベスト8に進出となります。それでは勝俣さん、3回戦目もよろしくお願いします。お願いします。さあ現在同時進行で別卓の C 卓も行われているということで、はい、本日は C 卓 D 卓の開催となっております。 C 卓はね、もう、はい、河野さんがかなり抜けて、そうですね、2番手争いっていうような状況ですよね、はい、で D 卓はまだまだ接戦で全然わからないですけど、はい、大月さんはここで4着取っちゃうとかなり大きいトップ条件になっちゃうんでね、はい、最低でも2着取りたい、できればトップ、うんうん、またこちらの卓は混戦模様と混戦です、いいでしょうか、はい、岡田さんは駒田さんと夏目さん2人よりも上の順位でいくと最終戦がね、はい、結構余裕できますね、はい、宅内トップで4回戦目を迎えるといった状況です。さあ選手の手牌の方を見てまいりましょう。まず大月さんがドラ1、はい、チーピンがあんこは駒田、両面ターズの2組、そして夏目はローマンがあんこ、うん、こちらも両面ターズ。夏目さんは高いビジョンがちょっと見づらい、はい、岡田さんはドラドラ、はい、ドラドラチャンスですよね。大月は役割の初が統一ピンセ一目つ完成、うん、パイの並び自体はね、はい、駒田さんとかは結構戦いやすいですけどね。そうですね、はい、パッと見た感じペンチーマンしかネックがないですから、はい、で夏目さんはネックのペンちゃんが2つある上に、はい、そこが埋まってもちょっと打点が見えないので、はい、バランスを取りながら戦わなきゃいけないですね、はい、チャンスは大月ですか。まあドラ切ることになりますけど、はい、サブローマンとね初とか引けると、はい、あの積もってマンガン級のリーチ打てるんで、まずまず、ただね、初1枚切れてるんで、次出た場合はね、ポンでしょうがないかなっていうとこです。仕掛けも自殺と。さあ、岡田がドラドラ、そしてマンズで両面ターズもできました。はい、岡田さんは、9ピンと E マンのシャンポン部分がね、はい、ちょっとネックになってるので、3ピンを残して、はい、そこが両面になって、E マン統一落としが理想形。なるほど。まだあの手配をこれから伸ばしていこうと、うん、そうですね、いった3ピン残しでしたが、はい、そしてシャーチャということマリシャーはまだ手の内に、うわーネック解消、両面両面、これは嬉しい、あー大月さんも、ここも嬉しい、あーリャンシャン手戻しした、これはドラの9ピンはね、はい、打たないで使っていくよっていう構想でしたね、うん、はい、まあでもね一平行とか三安行でね、はい、ドラの分カバーできるんで、はい、まあシンプルにね9ピンないしチーソー打っていいシャンテンに構えといた方が良かったかもしれない。さあ岡田が理想のテンパイ、いやこれは理想的ですよ、ドラアンコリアン面、はい、リーチドラさん、岡田の先制リーチはサブローマン、うん、さあパーソーは筋だけど急走通ってないし、実際は岡田の入り目でした、急走。さあ岡田の待ちはサブローマン、トンパツから勝負手、ただローマンが現状ありません。手牌に4枚使われている夏目の手にあんこ、でも3万は3枚いるんですね、はい、3万は山にまだ3枚残っております。そして初があんこなお、あんこなの大月、うん、リャンシャン点ですからね、まあ、押しましたか、今も押していく、筋のバーソー、
さあ夏目さんもいいシャンテンだけど9万といいピンどっちも通ってない。ここは数層は、あ、なるほど、イーソーが通っててウーソーが2巡目に打たれてるんでね、はい、スッチッソーでウーソーそんな早く切らないだろうってことですね。比較的通りそうに見えます、はい、ハイと。うん、リャンシャンテンですもんね、ちょっと押せない。うん、親番でしたが、ここで駒田は一歩交代、そして夏目も交代。さあサブローマンまだ山に残っております。夏目さんはベタ折りワカンダ、チーマのアンカン、シンドラはバーソー、一個乗った、積もればハネマン、はい、リーチドライオン、チーソーは通ってる、アンもベタ折りにしましたか、はい、大月もここで交代ということで岡田の一人旅になりましたね、はい、あとは3枚の3万を積もれるかどうか。夏目さんもねローマン打つことはないですしね、うん、チートイツのイーシャンテンでもありましたが夏目も交代。駒田さんも降りるならば、はい、3ピン通っててチーピン貫通だからローピンが打てますしね、まあ安牌に駒田大丈夫そうですね、そうにはなさそうですか。なので岡田さんが残り2回のツモでツモ上がりできるかどうかが焦点、はい、ハネマンスタートからトータルトップのね岡田さんがハネマン積もると強烈ですよ。そうですよね、強烈ですよね。またこの3回戦のハンチャーもトップで決めることができればもうだいぶリード、はい、こう余裕を持った4回戦を迎えられるんじゃないでしょうか。積もれず、はい、岡田の最後の積も缶が入ったということでこちらが配定となります。佐藤一局は岡田の一人転敗で流局となりました。さあ続いて豚二局となります。親番は夏目、豚二局一本馬供託外一本、さあ夏目は1回戦からトップ4着となっております、はい、3回戦もう全員の選手が勝負どころですよね。そうですね、まあ、特にね、はい、大月さんですけど一番の勝負どころは、はい、岡田さんはねトータルトップなんでこのハンチャンねたとえ4着になっちゃったとしても、はい、最終戦の条件そんなに厳しくないですから、はい、お、シータクは今3回戦が終わったような雰囲気でしたね。終わったような感じですか、早い進行ですね、はい、さあ親番の夏目、統一が3組、岡田はドラドラ、まだ、メンツは完成しておりません。そして総図が多い形、総図1組完成、役牌の初が統一は駒田、地牌が多めの手牌となっております。さあこれも嬉しい、そうですね、ドラドラですからね、また数層が横伸びしてくれたら後継リーチも目指せて、はい、うん、自敗のネックの部分がまずは今重なりを期待したいところ。現状の3回戦トータルトップ目は岡田、はい、そして岡田、駒田、夏目、そして大月という並びで進行されております。さあ駒田さん今回はね自敗が多くて上がりも難しいですからね、はい、なんか打点を狙いながら守備力を高めていく感じですよね、はい、そう WRC ルールということで順位点が55つきます、はい、そうなると本当まだまだこの点差だったら全然誰が、うん、勝つか全く分かんないですね。極端な話上位2人が負けて下位2人が勝つこともあるぐらいの接戦ですね、
これで三万両万の方打つ道を選びましたね。はい、そうか、イーマンが3枚切れてるからイースーマンの二度受けはきついってことですか。そろそろ夏目ハクの仕掛けも、はい、あ、これは嬉しいですね。ソーズが横に伸びる、これ理想的です。両面、両面の形、夏目さんハクのポンありますね。そろそろありますか。十分あります。別宅の方はまだ休憩をされたそうで、あ、なるほど、3回戦は、はい、続いてたようです。チートイツのイーシャンテン、5ドイツ目、難しい、あ、メンツでいきましたか。パーマ切りを選択。さあ、このハクは、まあ、パーマ打ったってことはポンするでしょうね、親番ですし、発進していきました。夏目、はい、残ってるトイツがね、9万と言いそうで、どっちもポンしやすいパイですしね、はい、これでイーペイコメンツでも見える。ウーピン切り目いっぱい。駒田さんはもう折りでしょうがなさそうですね。ハクも親にポン入っちゃいましたし、夏目が星のサブローマン、そしてベンチーマン、イーソー9層でも転敗が入りま、イーソー9万でも転敗が入ります、はい、大月さんは今パーソーのポン点は取らなかったですね、やっぱりポン点入りましたね。打点が欲しいっていうことでしょうね、はい。駒田は受けるか、親番でこの形、いいシャンテン、そして勝負でさ、テンパイを入れた。岡田が先制リーチ、リーチドラドラ、待ちは一数万です。さあ、目いっぱい行くならば両層なんですけど、はい、通ってないんですよ ね、 そうですね。パーソーとか打つ手もある。あ、チーソー打ちましたか。現物のチーソー、これはチートイーツ、チートイーツ見てますね。両万と数層とっていうのが現物なんで、はい、チートイツの方が安牌を打ちながら行きやすいと。お次はチートイツイーシャンテンとなっています。そこまではスーピン、今通ったドラ、はい、ウーピンは中筋切っていく。岡田の待ち数万、イーマンは場に3枚切れているということで、まあ、ローピンも通りそうですけどね、はい、はい、チートイツなんで2枚切れてる。リャンマン打って、わー、駒田さんイーシャンテンまで来た。来ましたね。イーソーは筋、ただションパイ。イーソーは夏目が欲しい牌ですね、まあ、ローマンもきついんでね、ここはどっちも打たないっていうことにしましたね、はい。2万がまだ山に1枚、そして数万も1枚。つもが見えない。合わせて2枚残っています。何引いた、初、ああ、両層打ったってことはもうベタ折りだ。はい、ションパイの初、まあ、ここはね、いいシャンテンキープしといてね、はい、っていう手ありましたけど。さあ、夏目も当たり牌で交代となりました。あ、この数万で、岡田の上がり牌はなくなりますが、3万、つかみ間違いですね今のは、はい、一瞬ドキッとしましたが、3万は現物。夏目もね、当たり牌でしっかり、そうですね、はい。ということは駒田さんがね、とりあえずイーシャンテンキープで言いそうとか言ってたらつま上がりになってたから、はい、結果いい方向に出てますね。そうですね、三者の、まあ、もうこれは中抜いてるから安牌打って、中筋の嘘。さあ、この曲は岡田の一人転敗で流局となりそうですか。いつも一巡残っております。岡田に曲連続ね、ドラドラドランコだったりの勝負手でしたが、はい、なかなかつま上がりまでいけなかったですね、どっちもね、両面リーチですけど、はい。さあ、トン2局、一本場は岡田の一人転敗で流局となりました。一人転敗でこうコツコツと重ねていっているんじゃないでしょうか、はいはい。さあ、トン3局となります。トン3局2本場、京卓は2本、
親番は岡田です。2回戦終了時トップ目に立っております。ドラは数万。さあ京卓が2本の2本馬ですね、はい、岡田さんに白とチュンが統一、うん、上がりたいって。そうですね、もうこれは京卓もそろそろ欲しいですよね。欲しいんで1個目からね仕掛けて、はい、積極的に、うん、行きたいと思います。うわー、大月さん大チャンス、ドラドラですよ、はい、ドラドラ単品系。駒田さんもね悪くはない一面つあって、ドラ表示杯のペン3万がネックですね。はい、そうぜ一面つ完成、うん、夏目さんもドラメンツあるからまずまず。バカ手のトンが統一です。はい、そして1枚目のチューンから仕掛けていきました。岡田大月勝負手。勝負手ですね、ここはもう超勝負ですよ。さあ岡田3万が統一になる、うん、これはね、うん、先に初が切れてくれたおかげで、はい、岡田さんのね三原薬の恐怖もだいぶ減ったので、はい、大月さんは攻めやすいですよ。やっぱ三原薬見えてないとこう行きづらいですもんね、うん、そうですよね。一枚抱えたままの進行と何も持ってないままの進行だと全然変わりますよね、うん、ただ白はまだギリギリまで絞ろうかと。まあ代わりにね、今 E ピンだったんで、はい、E ピンもね手配に全然いらないですからね。はい、はい、こういうのはねもっと期待、はい、ターツが足りないのでローソー引いた時にね4連携残るんで、はい、ここは白から岡田チュン白と仕掛けを入れてきました。うわ、食い伸ばした。そして大月がタイヤをドラドラで仕掛け返す。ゴロチの3色か、はい、ドラも1個持ってきたら満貫ですし、まあ、3900でも供託2本あって、はい、日本馬で6500の収入は十分っていうことですよね、はい、さあ岡田さんからすると両面地位ですからね、これはもう天杯まであってもおかしくないぐらいには思いますよね。嬉しいスーピン一歩前進、ここはパーマンから。チュンハクの仕掛けに対して両面地位ってなると相当こう手配に進行具合、うん、打点的魅力が両面地位なので、はい、安い時はもう天杯かなと思いますね、はい、で高い時はまだね脳天も十分あるかなっていう時です、はい、感じですよね。さあ岡田両冠両面の形になりました。これはね小さく打った方がいいですね。マンズでまあ、リャンマン切っちゃってるんですけど、はい、そうウーマン引きとかの時に、はい、ウーソージャントがありますから、はい、チーズを切りとしました。駒田さんはね換算マンネックいいシャンテンだけど、まあ、リーチとドライチまでいければ勝負手ですけど、はい、ペンカンチーソーと換算マン、あ、このリャンマンとかは柔軟でいいですよね。一旦リャンマン外した、うん、ネックを解消したら攻め返そうかな。そうですね、で初はね、はい、まだうちこの手からじゃね、いくら1枚切れとはいえ、はい、白とチュンポンの岡田さんに打ちづらいですしね、うん、わ、そして今大月さんは、ね、ノータイムで初をつもぎりましたか。もう卓上はピリッとしてるんじゃないですか。なりますよね、はいはい、さあ大月が天杯を入れました。町はスチーマン、単位はドラドラ、高めは数万のドラ。この大月さんの初切りも見て、はい、天杯も濃厚な上に1000点とかじゃないよねってなるんで、はい、手になってない人はしっかりと降りなきゃダメですね、ここは、はい、粘って宝珠が一番ひどいんで。駒田ぐらいの手だとどうですか。駒田さんぐらいの手だと戦える、はい。さあここはチーマを積もり上げました。お月タイヤをドラドラ、1200は1200、2200の積も上がりです。
そして京卓の2000点も入りました。今は点数徐々にまたミスがあったと思うので、立ち会い人から訂正入りそうですね、はい、ここは駒田さんが大月さんにあと100点ですかね。こちらですね、日本馬だったのを、はいはい、1100だったんで、はい、はいはい、こちらで訂正が行われました。サトン4局となります。親番は大月、非常に混戦模様の。いやでも今のねウーピンチーからの1000、2000は大きいですよ。強卓もあったし、ね、はいはい、これはね、うん、トータルポイントもめちゃくちゃ接戦になってきてますよ、はい、そうですよね、うん、現状は大月がトップ目ということでぐっと近づきましたね。ぐっと近づいてます、はい、こちら、はい、もうね着順勝負の感じですもんね、はい、現状はまだちょっとやや岡田が抜けていますが、はい、岡田さんがね、はい、まあ、今2着だから、はい、一歩抜けてますけど、はい、まあ、もしね3着とか4着になっちゃった時には本当に平たくなりますんで、うんうんうん、4社全員並ぶ感じですよね、うん、サトン4局、ドラワチーマン、親番、総勢1メンツ完成。まだメンツはありません。そうすが連続系でいい形、うん、ドラもあるしね、はい。岡田はピンズがやや多い形か、自敗が重い。武蔵野三色なども遠くに見えますか。うん、まあ結構きついですけどね、はい、ありますね。いや悪くない、うん、夏目さんはねドラ使い切れたら理想的。そうですね、いやディータ君ほんと接戦ですね、うん、789の種ができました。白は1枚切れ、はい、ここは3万から。ここはねスリムに構えたい手です。もうネックだらけですからね、はい、ペンちゃんペンちゃんと苦しい形が残っている、うん、岡田さんは本位ついて、うん、あこれは嬉しい伸び。一通なども見える。ここは見なかったですか。まあでもね3色よりは一通のがありそうでしたから、はい、9枚映ってもありました。ありましたか。まあただねここはドラ受けを重視しましたよね、うん、はいはい、ドラをキャッチできますよね。9枚を残しておくと岡田はピンズの本位通模様。今日は、ベスト16の CD 宅ということで、勝俣さんは、はい、あの今までこう一緒に麻雀打った方とか会った方とか、この方は初めてだよみたいな方とか、岡田さんはもちろん何度も対戦したことがあって、はい、駒田さん公式ルールでもあります。公式ルールはない。公式ルールというかタイトル戦とか M リーグの方で、うんうん、ですね、はい、はい、駒田さんと夏目さんは、はい、麻雀見たことがあります。あ、でどういった場面で。駒田さんはね勉強会で、はい、勉強会っていうとあの女流研修会勉強会ですか、うん、巣鴨の道場でやってたやつかな、はい、地団体で、うん、あのされていた。で駒田さんはプロテストの時も見たことありますね、はいはい、あそうだったんですね、はい、夏目さんは、E リーグの立ち会いした時に見たことあります、はいはい、うん、で大月さんは今日初めて、はい、初めましてでした。初めましての、はい、うん、大月プロのね、まあ、じゃあもう面白いですよね。本当こう押し引きのバランスだったりとか、うん、そうですね、悪い手の時にね、うん、しっかり守ろうっていう意識あるのはすごくいいことですよね。いや駒田さん伸びてきた、伸びてきた。789なんか麻雀のセールスポイントが粘り腰、はい、ほんとそういった麻雀見せてくれているような一日かと思うんですけど、そしてこちらですね、789三色インシャンテン、うん、ネックのドラを解消。しかもね、はい、なんとなくですけどペンチーピンとか川に良さそうな雰囲気もありますし、良さそうな雰囲気漂ってますよね。まあ唯一こう岡田がピンズかっていうぐらいで、うん、これはいい
平行の方を残したいですね、はい、3万も2枚切れてるから3万がきついですか。パーソン1枚切れ、でも急速から切ったのは安全度ですね。これは、はい、もうすでに安全度を意識しているということですか、はい、あのチーソーが間に合わなくなる、間に合わないといいですね。あ、駒田さんの3色に、はい、はい、形式テンパイを取る、もしくは急速切る、急速パーソンもありますか。あります。ここはパーソン切り、あ、そっちか。単野を目指すとなるとチーソーは使い切れますね、はい、ただ13巡目なので、はい、テンパイができない怖さもちょっとありますけど、うそうでしたね。親番おそらくね、岡田さんはねそう簡単には2風呂目させないような感じだと思いますから、はい、トータルトップですしね、はい、やっぱ一番嫌なのは親の連チャンですからね。さあ、まだドラを持ってきた、どうするか。まあ一旦数層でイーシャンテンキープしたいですけどね、数層は今換算マン落ちした大月さんに通ってないからちょっと難しいとこですね、はい、あとまた夏目もこれはリーチだ。はい、ウーソー引きれました。夏目のテンパイ、はい、初とリャンマンのシャンポンですね、はい、そしてリーチドライチ高めを初、リャンマンが1枚切れ、初はションパイ、ションパイ岡田の手に1枚ということで、初はまだ山に1枚残っています。リャンマンは2枚、リャンマン1枚切れてるんです。ということは2枚残りですね、はい、これはね2枚あれば十分ですよ。テンパイした、チーソーはソーズが1枚も切られてないけど強くいきたい。ここは強くいった。このチーソーはもうねテンパイ間違いないって思いますね。親もテンパイしてると、だから2人とも見なきゃっていうとこです。そうですね。そうすると筋の3ピン、あ、パーピンか。ただ大月さんはもう止められないでしょうね、掴んじゃったら、はい、大月の待ちは2ピン数ピン単用です。2ピン数ピンは数ピンが1枚まだ残っていますね。2対1、夏目の待ちは初と2万、岡田は受ける、押せるか。いやー、押した。これもめちゃくちゃ怖いとこですけどね、はい、ただまだ両者の上がり残っています。さあ、ここは引き分け、トン四局、大月夏目の2人転敗で流局となりました。あ、さあ、これはシータク3回戦が終わったということですか、はい、コードプロがぶっちぎりで、これはねもう大丈夫ですよ、はい、4万8000打っても大丈夫です、ね、4万8000補充しちゃっても大丈夫なんでこれは大丈夫ですね。これはもう河野プロ通過と言っていいんじゃないですか。桜さんと伊達さんが着順勝負ですね、僅差ですね。もうこれはあの1着順のね順位点で10ポイント変わるので、うん、はい、次の半ちゃんの着が上だった方がってことですね、はい、ミリマさんは2人を逆転しなきゃいけないんですね、はい、トータル2位のさくらさんと53ぐらいの差なので、はい、あの2着順しか伊達さんとさくらさん2人とトッププラス決められないんですよ、はい、だ2着順しか縮められないことを考えると、さくらさん伊達さんの着のいい方とトップ3着を決めて、かつ3万点ちょっとの差をつけなきゃいけないっていう条件なので、ざっくりですよ、はい、並びが作れたら5万5000点ぐらいのトップ、うん、並びが作れなかったら6万点超えのトップが必要っていうとこですね、うん、条件が結構ありますが、でも可能性はまだまだ、はい、うん、5万5000点のトップ、まあ、並びが作れなかったら6万点ぐらいのトップですけど、はい、6万点ぐらいのトップはたまに取りますもんね。ありますよね、うんうんうん、たまにね、うんうん、取れると思う。ということで、別宅のシータクは4回戦に、うん、まあでもちょっときついのは、うん、その、はい、河野さんが抜けちゃってて、抜けましたよね、だいぶ曲がガンガン進んでくれるなら、うん、いいよって打ち方されちゃうんで、はい、その親の連チャンとかはしづらいっていうのがありますよね、うんうん、こうみんなこう条件があってあってこう もつれる局面が減ってしまう可能性が、うんうん、とか高い手を狙って、はい、あの順目が長引くとかいうケースが減っちゃうのはちょっと辛いとこですけど、
そうですね、まあ、大月さんがドラドライーシャンテンね、勝負手でした。さて牌の進行の方はどうでしょうか。駒田さんもねドライリメンツがあるんで、まずまず4巡目としてはまずまずですけどね、はい、ピンセットメンツ完成は駒田、そして夏目は総勢、夏目さんも十分勝負手ですよ。いいペーコーの形も見える。岡田さんもこれでね戦いやすいですよ、はい、2役できて頭髪を重ねた。わあ、これダマテンにしますか。これはテンパイ、一旦ダマテンでね数万引いたらねリアンウーパーマンだし、はい、リーチ行きましたか。勝負かけましたね。来ました、大月。あの役はありました。一平行ドラドラで出て7700積もって4000オールは、はい、十分ねリーチしなくても打点高いから、はい、ダマテンの方がこう普通っていうかセオリーというか、うん、そういったとこなんですけど、積もれば満貫ですもんね。うん、あのリーチ打つと一発裏ドラ絡めば6000オールまであるし、はい、うん、何よりもね大きいのはこう親リーチなので、はい、こう例えば次に移る岡田さんってこれ、はい、トン初ポンしていきたい手じゃないですか。そうですね、けどこの手ならって言ってこう三層、現物の三層とかね、うん、切ってくれるようになったらこうターチャの上がりが、うん、かなり確率下がるっていうとこと、はい、どっちを取るかっていうとこでしたよね。間違えさせるというか曲げさせることが、ね、うん、そうですね、そういう効果も早いリーチは生まれます。大月の町はリーチイーペーコードラドラでカンリャンマン、打点は十分。リャンマンはリャンマンニヤマ、ニヤマいますね。うわ、夏目も進んでいくが、これあれか、ここはどうそう中筋の夏を打ってきました、はい、交代。岡田もこの手じゃこう流派とか出ましたけど泣けないですよね。泣けないですよ、リーチなかったらねポンしてね換算ピンさえ埋まればっていう感じですもんね、はい、まあ、切っちゃっても本一いけるかもしれないし、夏目さんもねあのチートイツイシャンテンメンツでも両天秤のイシャンテンでしたけど、うん、下ろすことに成功したんでね、そうですよね、はい、リャンウーパーマンに変わってたよっていうのはあるんですけど、はい、悪くないですよ、うん、この展開は。さあ駒田がリャンバーを1枚吸収、あと1枚、はい、ただ数万がこれ岡田さんが打ったりして4枚見えたりしたら、ね、リャンマンが危なくなるかもしれないですよ、うん、早いリーチだからね安牌ないですし。そうなんですよね、ちょっと現物に困ると、これ岡田さんが数万打ったらワンチャンスでも放銃しておかしくないぐらいですよ。あ、今数層が通ってくれた、駒田が助かった格好か。数万がね4万円になると、夏目さんも安牌ないのか、怖いですよね、夏目さんも安牌ないから、はい、目つぶって数層ですか、うん、地層よりは数層かだったんですね。さあ、あんことなりました。うわ、これアンパイ大丈夫。まだチーピンがあるか。ペイが2枚切れ、はい、ペイとチーピン、ペイが3枚切れでした、すいません。あ、これでリャンピンが4枚見えたんで、イーピンの方がマシですもんね、はい、イーピン、ペイって打ててその後どうなるか。駒田さんの切り番はあと5回、うん、まだ結構準備あるんですね。トン、ペイ、イーピンで3枚だからあと2つアンパイできれば、はい、まだピンチか、大丈夫か。これも打てる、はい、今は筋の牌、あと一つ、パンマンが通る、ロソは、うん、これで駒田さんは足りましたかね、はい、あの、まあ、足りてはないですけど、はい、あのリャンマン打つことはないっていう風になりましたね、はい、リャンマンよりマシな牌が2枚できたんで、はい、いや積極的にリーチ行きましたね。そうですね、うん、そうでしたね。さあ牌手牌となります。サトン四局一本場は大月の一人転敗で流局となりました。積極的なリーチを打ってきた大月でしたが、今回は実らずと。ただ親番の連チャンには成功。
トーン3曲2本馬、供託は2本8000、3万8000点。もう一声行きたいですね。はい、もう一声、うん、まだね、全然トップすら決まってないですからね、はい、この点差じゃ。ドラはシャアです、ね、親番維持もね、非常に大事ですよね。大事です、うん、さあ、3万が5両面1個、まずマンツが多い模様、うん、3万5、うん、まあそんなにいいわけじゃないけど、はい、まあ白髪順が重なってくれれば途端に戦いやすいですね、うん、こういうのペン三層から行ったりする点ありますよ。あ、いいですね、はい、いい削りから、うん、駒田はまだメンツは完成しておりません、うん、駒田さんね、まずは地配から6、7、8がねぼんやり見えるけど悪い手ですよね。夏目も完成してない。わ、岡田さんが一番いい。はい、ピンズ、マンツで一メンツずつ完成。ランメンターツも豊富。これは残しますか、単野終わるから。わあ、でもチーピン行ったってことはかなり本一を強く見てますね、はい、そうですね。さあ、6、7、8の3色なども見てるか。ここはパーソー切り、まあ、まずは厚く残すきついですからね、はい、やっぱり自敗重なっての本一が、うん、あの自敗重なっての本一狙いって孤立の自敗を持っておくってことじゃないですか、はい、あの早い段階ではね、自敗が一番安全度が高いですから、うん、こう守備的にもいいんですよね、はい、こう、 うまく進めば打点の、そうですね、上昇も見れるし、ね、守備もできるし、はい、ただ逆にデメリットとしては、あ、嬉しいと、はい、あの他の色のチュンチャンパイを連打するんで、うん、速度っていうのは遅くなっちゃうっていうところがデメリットですよね、はい、速度と引き換えに安全度と、未来の高打点の可能性っていうのを残してるんですよね。メンホンチートイさんかも見えてますね。そして岡田が勝負で、二差しの三色イーシャンテン、はい、ただ岡田さんは状況的には数層のチーテンを取ってもおかしくはないです、はい、うん、そうなんですね。トータルトップで、うん、トータルトップ目、供託2本でっていうことを考えると、はい、数層のチーテンとかね、両層のポンテンとか、もう両層のポンもありますか、うん、僕はします、はい、状況はそういった、うん、点数状況でっていうことですよね、はい、あの駒田さんと夏目さんよりも上に行っておくと、うん、すごく有利なんですよ、うん、あの2人と2着順差ぐらいの点差ができてるじゃないですか、はい、で2人ともに2着順差をまくられるっていうのはラスしかないんですよ、うん、3着取れば片っぽとは1着順しか差がつかないんで、うん、最悪でもだから通過しやすくなるんで、4回戦目、うん、最終戦に向けてここはポンテンチーテン十分ありますよ。しかもね、数層2枚切れになったんで、もうね、取りやすいですか。もう間違いなく取ると思います。さあ、大月伸びてきた、発を重ねる、まだはチートイツイーシャンテン、まあ、取りますね、はいはい、ウービンを仕掛けた岡田の町のサブローマン、うん、ちょっと嫌なとこは親の大月さんがマンズの本一模様でマンズ町が残っちゃったよってとこだけがね、不満ですけど、全体的にマンズ高いですよね、はい、わ、夏目さんが発信してきましたね。これもね、積極的ですね。ローマンがね、肩上がりの部分が残ってますけど、はい、まあ仕掛けていったと、はい、やっぱりね、供託2本で点数状況も接戦状態っていうのが、うん、そうさせてるんでしょうね、はい、自分が上がらないということは誰かに持ってかれちゃいますもんね、うん、その供託本を。さあ、岡田単野王で仕掛けています。町場三郎マン、まあ、テンパイリーチまである。いや、チーソー短期めちゃくちゃいいんじゃないですか。狙ってるかもしれないですよ。さあ、チーソー短期闇点、うん、これね、リーチありますよ。ありました、うん、あ、いや、もうこの後するかもしれない。とりあえず初一旦様子見で切って、はいはい、いや、これリーチ行きたいな。だって川もね、自分でパーソー、ウーソー、ローソー、スーソーって切っててね、はい、チーソー良さそうに見えますね、うんうん、そしてチーソー現状三山、三山ですか。三山、あ、夏目さんもこれでね、6万の肩上がりのネック消えて、はい、解消されました、うん、なんとか戦いやすい。行きたいリーチ、うん、積もった、積もった。
積もり上がりならよし。積もちといつ800、1600は1000、1800の積も上がりです。強卓2本も入ります。駒田がチートイツを決めました。この半ちゃんの2着目に浮上ですね。浮上しました、はい。うん、これだけ僅差だと本当1回1回の上がりで着順が、うん、そうですね、目まぐるしく変わってきますね。さあ何人となります。何局親番は駒田、今チーソーの景色が良かっただけに、はい、リーチという選択もあったかと思いますが、ただきっちりとあの初を切ってチーソーを残すっていう選択、なんか初が、うん、はい、まあね、本一の人がいる中で、はい、たまたま持ってきたのが初の後がパーマンだったんで、うん、まだ様子見たいってなっちゃったかもしれないですよね、うん、そうですね。それを切った後に、うん、リーチもあったかなっていう、あのなんかね、ピンズとか持ってきたらつもぎりリーチ行ったかもしれなかったですけど、はい、結構ね駒田さんってね、ああいうのリーチ行くタイプかなって僕は思うんで、はい、うん、そういうね様子を見たかったかなっていうのが、まだそんな間を取ったらたまたま積もっちゃったみたいなところだと思いますけど、はい、早くいたわねと、うん、さあそしてその駒田が早速仕掛けを入れています、はい、地風のトンを鳴いて、はい、イシャンテン手もなかなか良かったですよ、はい、そしてね1回戦出てきたような感じで白なこれチーソー打ちてありますよ。チーソーある、行きましたか、行きました。駒田チャンスで、わー、夏目さんも急所ピンズが伸びる、岡田もまずまずいいんじゃないですか。ドラドラですからね、はい、形自体はね、うん、ネックはありますが、あと一歩ですけど打点は十分、うん、十分いいペイ合計もある。ワリアンメンターズ、うん、これ残します。あー、もう勝負決めに行った、うん、打点を作りに行きました。駒田リャンメンリャンメンのイーシャンテンからリャンメン払いと、はい、もう本一しか上がらない、上がらないぞと、そうですね、言った気迫を、強烈ですねこのリャンメンターズ払い、うん、明確に本一か、うん、トイトイかのどちらかだろうっていう感じですよね、はい、何かを狙っているんだろうという、はい、駒田はね、何でしたっけ、麻雀満塁娘はいはいはいすごい可愛らしい、お父様があのジャンネームもある通りの、ね、はい、駒田さんのお父様が、うん、来たよ満塁男と言われていたんですよ。そこからね、満塁ですごい、はい、有名なこうヒットとかホームランとかを打って活躍がこうバーってなってみたいな、はい、そこからのだと思います多分満塁ですね。さあそして駒田きっちり自敗を重ねてイーシャンテン、サブローマン、テンパイ、これスーマン厚く持った回ありましたね、うん、サブローマンが悪かったんでね、はい、スーマンを重ねてテンパイ、そして夏目も役なしテンパイを入れています。ここで目見てますね、スーピン打ったってことはかなり強く一通を意識してますね、はいはい、瞬間だったらイーペイコーの役がつきました、はいはい、イーピン切りということはウーピンなど引いたリーチもあるのかな、行きますね、ローピンでも行くんじゃないですか、はい、役が確定したらと、わ、これ白途中誰も、あ、大月さんが白持ってる、ここ枚、ただ大月の手はちょっとまだ時間かかりそうですが、はいはい、ペーなどが重なったら危ないか、まあ、いや大月さんでももう9万を絞ってる形でもある、うん、あったんですよね、はい、いかない気するけど、岡田もイーシャンテンドラドラ、うん、これでまたマンズが、あ、でもウーマン現物か、ウーマン現物、いや積も上がりも十分ある、駒田の町は白途中トンも泣いている状況、あ、そうか、夏目さんは安牌のトーンを持ってリャンピュってテンパイ外したんですね、はい、っていうことは岡田さんと大月さんからの押し返しに備えたっていうところですよね、夏目ですね、はい、岡田またしてもチートイドラドライーシャンテンとなりました。カンウーソーやカンチーソーがすごくよく見えてるんでしょうね、はい、ただチートイツもあるとキープしたいんだったらパーソーを切りかせ、パーソーもね狙い頃
っていう気もしますよね。もうここで決めた方がいいぐらいですか、うん、ここはメンツテの方チートイツと間を取った感じ で、うん、でもこのねパースを切ってチートイの可能性を残した一回ねロースを切ったんですけど、はい、うん、あのパースギラすごく良くて、はい、チートイツにしておくことでこういうリャンマンをね、はい、チートイツでまだ粘れるんですよ、はい、リャンマンは筋の牌ではありますが怖い牌ここは勝負していくこれはまあ筋で3万が3枚見えてるで自身でも切っている駒田の町はチュンと吐く。でもこれでね吐くとチュン掴んでもおそらく岡田さんは、はい、こうイーソーローソーって言ってチートイツの方にね行けるんでしょうね。まだ戦えますよね、うん、ペーはションパイ、うん、これも一旦ここで止まってるっていうことはそういったローソー打つんでしょうね。はい、ローソーは自身で切っている牌。これドラ色の本一なんで1万2000どころか1万8000まであってもおかしくないですから。またあの自敗が結構ハクチュン全然見えてないの、はい、気持ち悪いですよね。ペーモションパイ、まあ、そうですね。これがねパースを切ったとこのメリットが生きた形ですよね、はい、駒田の上がり牌ハクとチュンはまだ山に合計3枚十分、うん、ここで1枚吸収。今度は逆にうわすごく駒田がハクとチュンで電波を売れている中、夏目がウーピンなど来たら危ないですか。危ないっちゃ危ないですね、うん、どうなんでしょう。さあ岡田一旦スーピンありますか。いやでもチートイツあこれペイ切る覚悟を持ったってことですね、はい、重なったら勝負かと。あんこったら行くってことでしょうね、うん、岡田食いしばってスーピン切り、うん、これはベタ折りだ。はい、逆にこのローマンが来てくれたことによってハクが助かりますね、はいはい、打ち出されなくなってきたんじゃないですか。チュンがまだ山に2枚。順目も深くなってきました。岡田が数アンコいいシャンテ。これスーソ来たよ来たよ。サンピンローマンペー切っていく。いった三品ローマン。これね大月さんからだは天敗明白ですね、はい、アンコ落としじゃないんで。あちゅんたここは駒田が制す。ヤクヤク本一4000オールのつも上がり。この半ちゃんのトップ目に立ちましたね、はい、いや駒田が駒田さんは半ちゃんのトップ目イコールトータルトップか、うん、そうですね、はい、トータルトップ目まで浮上。マンズの本一に作り上げました。いやかっこいい上がりでしたね。そうですよね、うん、あの2900のとか1500のイーシャンテンを外して、うん、はい、石を持って本一って決めましたよね、うん、答えてくれたっていう感じですね、うん、しかもね数万厚く持った回もあったし。そうですね、はい、さあトーンんすいません難一曲一本場ドラはパーピンです。まずまずですよ、うん、ね、ドラのパーピン引いたらもうめちゃくちゃ勝負手ですしね。さあ岡田はメンツは完成してませんが、うん、まあ、メン単品狙いでしょうね、はい、6、7、8などあるか。メン単品ドラも使い切れたら嬉しい形。そして駒田パーピンが来たら絶好。いいペーコーの形があるパーマンは手の内に1枚切れの難から厄配のはずが統一。総勢1メンツ完成しております。これはリアンゾーか。岡田もね、はい、積もり数アンコまでね。そうですよね、仕上げましたよ ね、 もうリスク負ってペー勝負してね、あの順目でも1回積む見たかったですね。見たかったですねまだドラとかいたんじゃないですか。三品はなかったけど。あドラは、うん、逆にね、夏目さんが1枚掴んだぐらいでしたか。いや見たかったですね、うん、つももね。なかなかこうトータルトップ目からあのペーとか勝負に行きづらい。行きづらいですよ。局面ではあると思うんですが、うん、戦ってますよね。まあでもね岡田さんは、うん、その2回戦のオーラスで、はい、こう先行リーチに対してパーピン4枚切れのウッパーピンで送ってリーチを打ったあたりから、うん、まあ、そういうゲームプランで来てるんでしょうね今日。ありましたよね、うん、あの
ね、目に見えてね、はい、かなり薄いというかきつい牌でもそういう戦い方が勝ちに近いっていう判断できてるんでしょうね。うん、そう今大月さんは 1,2,3 の3色の見える形まで伸びてきましたね、はい、あそして別宅の C 宅の途中経過が、はい、トンラスでなんとトンラスで、うん、サクラプロとタテプロの点差が400点しかないそうです、はい、ん？現状のトータルの差ですか、それともこのハンチャンの差ですか？現状の差、トータルの差、あ、今のハンチャンの差だそうです。あれでもなのでトータルも確か数ポイントしか違わないんですよね。順位勝負とか言ってましたもんね。そう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 、はいはい、そうだそうだ、そうそう、あのなるほどなるほど、うん、全然わからないってことですね。でミニマさんはどうなんですか？ミニマさんはどうですかね。だいたい現在ラス目だそうです。あ、なるほどなるほど、うん、まあでもね6万点のトップ目目指して、はい、ナンバの親で頑張るってとこですね、うん、まあ、河野プロが抜けたということで、そうですね、2人のデッドヒート、そこにミニマプロが絡めるかどうか、はいはい、あれですよね、3年目同士の、うん、あれ同期ですか、さあ、もしかしてプロとサクラプロ、サクラプロさっき3年目ってね言ってましたよね。34期と、あ、だってプロは35期前期の、あ、じゃあ半期の差、入会だそうです、ね、うん、ね、実況もされてて、あとだってプロは本当になんかこう麻雀の成長速度が速いというか、すごい会うたび会うたびに強くなってるなって印象があるんですが、はいはいはい、まあでも、うん、みんなそう思いますけどね、うん、あ、もうみんな出てる全員、うんうん、ね、後輩たち、うん、どんどん強くなっていくなっていう印象ありますよね、うん、勝俣さんとかね、こう教える機会とかすごい多いと思いますが、うん、どうですか、シータクのはこの子は麻雀一緒にやったことあるよとか教えたことあるよなんていう子は、やっぱさくらさんと伊達さんですね、うんうん、はい、あの勉強会、ミリマさんと河野さんは今日が初めまして、はい、うん、ね、公式戦初なのかな、プロデビューしたてで、このアンケートを見せてもらったんですけど、はい、やっぱね、さくらさんとかね、うんうんうん、強くなりますよそりゃって感じのアンケートですもん、うん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 、とは月のダチャンス300ハンチャンよりちょっと多いか少ないかぐらいみたいな、めちゃくちゃ打ってますね。月300とか打つとやっぱ大事です、うんうん、体に打ち込んで、はい、僕もこう20歳とかの時は月300以上打ってました、うん、でそれが打ってました、それがやっぱ今に生きてるなって感じる部分も多々あります。その時の経験だったり財産だって、はい、そう、リーチ入りましたね。形式転敗？一手代わり3色で？大月プロが仕掛けを入れました。今今で形式転敗ですよね。はい、まだ結構10名残ってますけどね。うん、そして先制リーチを入れたのが岡田。はい、で夏目さんがドラドラのイーシャンテン。はい、岡田の街はウッパーマン、リーチドライチ。はい、わあ、これ大月さん結構勇気いりますね。結構きついですよこの仕掛け、うん、あ、まあ、でも三層イーソーが通るから、あ、宝珠には回らなくても済むかな、なんとかなりそうかなっていったとこですか。ローソー通ってるか、あれローソー通ってるけど、これは見落としちゃったかな、か、食い替えのことも考えてるか、それか、あの夏目の数ピンを強く見たんですか。でも夏目さんにローソー通ってます。あ、からそうですね、はいはい、ローソー一旦切ることもできた、うん、食い替えのいいピンチした時に数ピン打てないから、打てるようにし、テンパイ取れるようにしたっていうのは考えられますね。可能性もありますね。まあ、EP3 枚切れですけどね。さこまださんが親番ですが、ちょっとローソーはと、あ、もうローソー4枚見えてるから、一応パーソーはノーチャンスですね。じゃあローソーパーソーとか行きやすいんですかね、うん、そしたらいいシャンテン8から行きたいけど、あ、でも9ピンだ。現物の9。確実に、はい、絶対通る牌。パーソーはね、ノーチャンスってだけで当たる可能性ありますもんね。はい、そう、夏目はテンパイ。ドラとのシャンポン。ローマンとパーピンのシャンポン。タンヤをドラドラ。あ、でもパーピンはない。失礼します。初ドラドラ。ローマン1枚いる？ローマンいるんじゃないですか。いますね、ローマン。
1枚いる、うん、ドラはない。岡田さんのウッパーマンは、ウッパーマンは手配に3枚4個、あれパーマンめっちゃいる、結構いますよねパーマンが。この濃度だいぶ高いですよねパーマン。あーローマンなくなった、うん、となると岡田が割れるかどうか。これは9万いった。うわまだある、あるよ。うわつまない、あー満杯。さあ南極一本場は夏目岡田の2人転敗で流局となりました。そうですよね、夏目さんもねこの半ちゃんをね、うん、4着で終わるわけにはいかないですからね。そうですね、ドラドラのある勝負手ではしっかり通して、うん、押し切った。さあ南極日本場京卓は1本、親番は夏目です。さあこちら別宅の状況が流れている感じ、非常に僅差ですかね今回は。みんな2万点トップ目の方が3万点なのかな、あれ265273、そうですね、河野さんが3万点ありますね、うん、で奥が2万点か2万8000点か800点差に広がったわけですね。あでもなんかこの曲の手は今ハイパイ取ったぐらいでしたか。さあ何曲ドラは数層です。これはドラはあるのかな。さあ総勢1面使う性は駒だ、まず両面ターツが2組あります。まだメンツは完成していません。役牌の把握が統一。マンスで一メンツ完成。さあ、親番こちら。ドラの受けるターツはあります。はい、まずは何から。ペンちゃんが2つが重たい。うん。解消できれば。想図が伸びていく。駒田さんはね、はい、こういうのはね、何チューンの重なり期待して残していきたいですよね。9万とかパーピンあたりを打って、ちょっと2、3巡様子を見て。はい。手配の伸び次第で進行を考えたいといったとこですか。現在、トップ目は駒田。鼻かむシーンは飛んなくていいよね。かわいそうよ。女の子だから。花粉症の時期でもありますからね。あ、なるほど。結構辛いんですよ。ムズムズしたりして。今日もね、いいお天気だったんで、いっぱい、ね、飛んでたんじゃないかな。いや別宅の河野プロ、はい、今日公式戦初めてで役満ね、うんうん、上がって、ここで勝ち上がったら次回ねベスト8で放送対局でたっぷり見れるので、はい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 、楽しみですよ ね非常に楽しみですよね。そしてねこう、うん、まだまだプロになりたてなわけじゃないですか、うん、なりたてですね。僕が一番思っていうのはこう、うん、最初の頃って、うん、もう公式戦がね何よりの練習だと思うんですよ、うん、だからこうね公式戦を一試合戦うごとにどんどん強くなるんでね、はい、絶対今日のベスト16より次回のベスト8の方が強くなってると思いますから、うん、そういったとこも楽しみですよね、うん、またね次回ベスト8に進出できたらその映像に残るわけですもんね、はい、そうですね、もう隅から隅までこうね、うん、麻雀を見返せるというか、はい、あとはね、うん、そのプレッシャーに負けない気持ちを準備して、うん、ねやっぱね映像って本当にプレッシャーとかかかると思うんですよ、うん、ただね皆さんこう麻雀に入るとすごくこう堂々とした感じで、はいはい、打ってる印象を受けますがね。そしてあの葵さんまだ緊張します？あ、するときありますね、うん、うん、あります。だいぶね、なくなりました。すごい点になってきましたね。わー、本一両平行のいいシャンテン。ただね、急速を切るのがすごく手広いですけど、まあね、何のポンテンも効くし、数層も広いし、急速も広いけど、はい、ドラは数層ますよ、ね、これのね、ここはもういやメリットはね、はい、あのパーソーチーとかもいけるんですよ。仕掛けの幅は広がります、はい、満塁を目指して、うん、はい、マージャンだとどんな状況が満塁かは難しいけど、いやもうこれもう満塁の手ですよね。今1、3塁ぐらいで、うん、そうそうそう、これが上がったらああいう手すごい大好きなんですよね私。
本一好きなんで。しかもね、ドラドラだからもうめちゃくちゃチャンスですもんね。アパーソーが出るかも。あ、ここはペン三層から、はい、本一鎮一いいですよね。さあ一歩前進、白のポン点がかかる形。いい3点ですね。夏目さんは嫌だしね、ここは、うん、残った形も苦しいんで、はい、一旦白はポン1枚目出たらポン点でしょうね。入れたいとこですか、うん、面前で。あ、でもこうなると、あ、でも両層が3枚切れ、いや、まあ、うん、そう、ドラの数層引いたら面前で行く価値がすごく上がるんですよ、はい、リーチ白ドラ1までいけると。ただね、もうね、一気にオヤマンクラス狙えますもんね。ただ両層が薄すぎるので、うん、手堅くっていうのはありますよね、はい、僕は泣きます。泣きますか、うん、でも泣くのが合ってるかと言われると、うん、分かりませんみたいな。ただ私もね、ここはね、泣きます。面前花葵さんも、はい、やっぱね、状況が苦しいかなって、うん、展望状況がね、うん、あるので逃せないじゃないですか、うん、はい、ここは、うん、逆にあの両目になったことでこの順目でね、より、うん、ただ白が絞られてますね。絞られてますね。うわー、これは切るかいいシャンテンだけど、はい、夏目のポンテンが入ります。待ちは両層、駒田さんもめっちゃ広いシャンテンですよ。広いですね。入り方によって大体テンパるじゃないですか。3から9まで全部テンパるから、想像は、うん、駒田に注目。9万夏目の待ちはりゃん嘘、白ドラ1言いそうで手間止まりました。ここ、まあ、この手だとね、はい、ほん、うん、あ、これはテンパイ。サブロソーに受けるもある。あ、サブロソーに受けましたね、はい。ウーソー切ってね、ロッキュッソー、スーソーとかもあるじゃん、うん、チーソー切ったらサブロッソー、スーソー、ウーソーでしたね。チーソーありましたね、うん、チーソー切り。まあただ夏目さんの間4件なんですよ、うん、はい、結構危険な。でパーソーは夏目さんの現物なんですよね、うんうん、そこがあの判断のとこでしたかね、はい、さあ駒田が面本でテンパイを売れています。町はサブロッソー、本一なんドラドラ、高部はイベコ、あ、ローソー、順からか、サブロッソー。ない、あ、ないのか。リャンウソーは？ウソーなし。順からどうし。リャンソーは？ 1 枚あるんじゃないですか？あります？バリ3枚切れ、1枚ありますね。リャンソー1枚ある、はい、うんうん。駒田さんはリャンソー止められない。そうですね。うん、ちょっと使い込めないですね。ウソーだったらね、ローソーとか切れますけど、リャンソーは使えない。さあこちらが入って流局、はい、3男2局日本場は夏目駒田の2人転敗で流局となりました。800点差のまま、まま、あれ、これ誰が親ですか。これは誰ですかね。伊達さんが親かな、捨て牌川見る感じ。あ、はい、はい、だって何2曲で800点差、うん、じれる。わ、これでもさくらさんがいいシャンテンじゃないですか。サブローピンとウッパッソーのドラ1、あ、テンパイリーチだ。うわ、伊達さんきついよこれは。あ、でもウーソアンコですよ。んウーソアンコでリアンマンポントイトイいいシャンテン、うん、ウーソーがもう川に切れていくはない、ないですね。パーソーがギャンゾーも、あ、パーソーですか。パーソーが1切れかわすこ、かわすかもしれないすごい接戦。いやでもね、うん、ライバルのリーチにね、そう簡単に引けないですよ ね。 そうですよね。直撃は痛いけ ど、 どう上がられちゃっても痛い、逃げられちゃうし。さあ3回戦何2局3本場となっております。いや、大月さんがね、ノーテンバップとかでじわじわね、トップ目だったのに削られてきちゃってて、ここらでね、一回上がってトップにね、また迫っていきたいですけど、上がり欲しいですよね。そろそろドラはパピンです。親の手はこちら。あー、いいシャンテン。ピンズ満席と面接感性。1、2、3の3色と、ドラ引いた時は3色崩そうっていうチーピン残しですね、はい、打点も見える。あー、まずまず悪くはないですね。3ピンさえ引けば、はい、
駒田さんはペンチーソーネック、もうペンチーソー払っちゃってもいいぐらいですね。万世一メンツ、はい、ここでペンチーソー払い、1日3の3食。岡田さんはトーンお高瀬だし、はい、まあ今1位ぐらいですかね。ギャンメンターツは豊富にありますがメンツができていない。大月さんもね、一旦チーソー落ちます。3食のためにはチーソー残したいですけど、ここは上がり重視がいいのかな。そうですね、3品から引いたらもちろんチュンといと、はい、落としでメンタンピンだけど、2枚目のチューンが先出たらポンしてね、強卓もあるし、はい、うん、1回上がって上がってするかもしれないですね。さあ一歩前進、うん、ああなるほど、これはかなり守備的に役割を目指してですね、はい、そして前順夏目あれですね、先ほどおっしゃってたドラのパーピン引き入れてピン残しが行きましたね、うん、行きましたね。うわ難しい。ネックの、ペン3万払いと。こちらドラ1を使っているイーシャンテン6級ピン数層でテンパイ。ただ6級ピンが切られていく。まあチュン2枚目泣かない、2枚目のチューンスルーしましたね大月さんは。うん、っていうことはもう面単品ドラ1狙いですね、はい、うん、今もつもぎり、この順面になっていくと駒田受けつつ、はいはい、それがいいですね。安全牌を確保して、まあ、ちょっとね手牌の価値が低いですから現状、はい、こういう戦い方がこう半ちゃんのトップ目だし、トータルトップ目としてはね、はい、正しい進行ですよね。また親番が落ちたっていうことも、はい、うん、いやいいじゃないですか。この、はい、いい形が残りました。なんていうんですか、数ピンを引いたのはたまたまだけど、はい、この手組み、こうなった時だけ上がりに行くけど、うん、それ以外はしっかり守りますよっていう手組みがいいですよね。さあ嬉しいパーピング来た。ここで中の統一落としに手をかける、はい、いやもう文句ない6球満ですよ、はい、これは見事な手組みしました ね、 ねお手本のような。あ上がった、あ上がった、上がった積もった、あ流局だ、流局か、リーボー出しての流局だからまだまだね、うん、微差ですよ、しびれる。さあ大月がパーマンで仕掛けました、はい、まあね、7巡目のチューンはスルーしたけど11巡目っていうことを考えると、はい、チーしたっていうとこですよね。で換算比の転配、これはこれでいいですよね。単葉ドラ1、うわドラ怖い、これだって8000は打てないですもんね。ここいやでも大丈夫か、チューンポンしてないからドラ、うんうん、シャンポンはないですかね、うん、あいいですね。サパーピン打ち切る、やっぱねあの段階でドラドラだとチュンポンしますから。さあこのローマンは駒田の上がりピンフ1000は1900の上がりです。これもねいいドラ切りだったんじゃないですかね。そうですね、うん、そのしっかりとね読みを入れて、うん、さあ何三局となりました。親番は岡田、ドラはウーマンです。また目まぐるしくこう別宅の、わあでもこれ2人とも手いいじゃないですか、ね、3巡目で戻っちゃったけど、うん、なるほど分かりましたよ。これは局間でハイパイを取ってる間だけ見せてくれる、うん、っていうことですね。もっと見たいですよね。こちらも見たいけど向こうも見たい、うん、こちらちらちらと、いやだってこれねさくらさんはウッパーピンとウッパーマンがあって、うん、あ急走ジャントで、いいですね、伊達さんは白統一でね今ドラ引いてしかもイーシャンテンじゃん。そう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 ドラ引きですよ。難しい、数層からいったってことはピンズの伸びを見てピンズ引いてローソーを切るのが一番いい形っていうことですね。難しいですよね、うん、ああいう形、うん、さあこちらに戻ってまいりました。親番の岡田初が統一、ね、伊達さんを応援されてるファンの方と、うん、桜さんを応援されてるファンの方とかはもうね、うん、ドキドキでしょうね。ねでチラッとしか見れないからね、うん、もう気になってしょうがないと思いますが、あれかな、連盟の公式ツイッターとかでも情報はもしかしたら得られるかもしれないです。あそうなんですか、うん、細かく言ってくれてるんですかね、はい、誰がなんて上がったみたいな。
あるんじゃないですかね、状況とかも。先ほど展望の需要が、はい、1本場分多くもらっていたそうです。線は1900でした。そして大月が勝負でドラから切り出していく。ドラから行った行った。そしてドラをポン、ドラポン。駒田も積極的。いや、これ駒田さんはね、もう喜んでポンの手ですよ、ね、ドラ。大月さんどんな手だったんですか。あのダブナンとハクが統一ですね、この次か。はい、育つと面白い手なんですよ。あ、なるほど、本一まであるわけですね。そうなんですね。まあまあチーマンぐらいから行くのが穏やかだけど、思い切って勝負かけたっていうところですよね、はい、もう全部切り倒していこうみたいな、はい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 、うわ、これ夏目さんと岡田さんはちょっと待ってって感じですよね。そうそうそう、急にどうしたみたいな、ね、ドラ切った人とドラポンしてる人がいて、そう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 、とはいえね、あれまた変わった、あ、天敗だ。伊達さんがハクアンコってシャンポンリーチ打ってる。あ、リーチも行きましたか。わ、桜さんパース浮いてる。キャー、あ、チーソー入った。でもドラが浮いてる。ドラはきついよね。ドラはきつい。だって何入でしょ。しかも数ピンの何入どころか何三でしょ。何三でドラでも打ったらね、でも上がられても難しい。わー、一気に追いついた。いった。これなんと白は岡田さんが何持ってて、はい、夏目さんが白持ってる。あ、でも夏目さんこれ白出るか。出てもおかしくない。攻めたい手になってますもんね。うわー、まだ絞る。いやいや、これだってリャンウーマンね、ウーマンポンされてるとはいえね、はい、まだもう1枚ウーマン残ってるのに3万切ったってことはかなり守備的。さあ、数ピンから発進。これは1通もつきます。1通がつくんで、これならば白でも、はい、8000になるよっていうことですね、うん、その爪さらに。いや、もうベタ折りみたいなもんですね。これは岡田も面白いって想像が押し寄せてきます。岡田さんはさあ、駒田リャンウピ三層が動けた。リャンウピめちゃくちゃいる。駒田の町はリャンウピタイヤをドラさん四山。夏目は折り。でもこれさすがに、うん、あのほらマンズポンしてソーズチーしてるとまあまあピンズ待ちなんですよ。そうです、よくあるこうで、はい、あのドラポンじゃないですか。ドラポンですね。さあ、大石さん、ドラポンの時ってどういう進行するんでしたっけ。もうあの手に素直にパイ効率でいきますよね、はい、で今サブロスをチーしてトン出てきたじゃないですか、うん、はい、ってことはウッパーピンはもう考えなくていいんですよ。あの777とか、まあ、厚く持ってるはずっていうことですね。ってことはピンズ待ちならばリャンウーピンかサブローピンか、はい、でさらにチーピン先切ってトン持ってるから、はい、ソーズのねサブロス層が例えば4556から食い伸ばしっていうケースも、はい、うん、ほぼない。だってチーピンとトンの切り順おかしいでしょ、はい、まあでもピンズの本質いるから先切ったがなくはないんだけど、うん、まああんまないって考えるとリャンウーピンサブローピン大本命ピンズならば、はい、とでね、マンズはウーマンポンだからね、ほとんど通るでしょうし、うん、読みがピピピと働くんですね。けどね、もうね、これ大月さんはね白南テンパ入ったから、ね、もうめくり合いだ、うん、ただ駒田さんは止める権利あり。大月勝負で、大月さんは止めらんないでしょうね。本一一駒田さんはトップ目だから、はい、もしかしたら止めれるかもしれないけど選択はありますね。うわー、また数ワンコイシャンテンだ。なんか危ない。あ、ウーピン、先にウーピン。このウーピンを捉えたのは駒田。これは大きい。8000の上がり。うんうん。流局か。流局。え、オーラスですよ。あ、今点数だけ見えなかった。いや、こっちもあっちも。2万7000と、うわ、800点差。800点差です。800点差のオーラス。そして、あの、オーラスの親が河野さんなんで、はい、まあよっぽどのことがない限りこれ脳天で終わりなので一局勝負ですね。でミリマさんは2万5000ぐらいだから、うん、薬満つもで同化ぐらいですよね、うん、薬満つもで親かぶりで河野さんが下行っちゃうぐらいだと足んなそう、うん、けど河野さん間に挟めるぐらいの点数だったら薬満つもでも届きそう、届くかなぐらいの感じだと思います、はい、多分おそらく、最終局となるんですね、うんうんうん、別宅は。
さあこちらも、800点差厚いですね。厚いですよね。800。もう転廃能点でも変わるし、先点の上がりでも変わるし。さあ3回戦第4局となりました。岡田さんが白を仕掛けて、そうかこれは、うん、D 卓の方は2着争いがもう熾烈なんですね。これ大月さんはもう絶対2連チャンですね、これ、はい、ここラス受け入れられない、うん、現在ラス目で夏目さんと岡田さんはもうこれ超大事です。着順で結構こうグッとね話せるか。夏目さんは岡田さんに2着取られちゃうと、はい、うん、次のハンチャン、まあ、あの一着順差だと1万点以上つけなきゃいけなくなっちゃうんで、はい、ただここまくっとくと着順勝負なんですよね、うん、岡田さんと並べますね、はい、で逆に岡田さんはもしね、はい、夏目さんから1300以上直撃して2着4着を作ることができると、はい、最終戦がもうめちゃくちゃ楽です、うん、ライバルの3着目の夏目がちょっと下に行ってくれて条件を突きつけられる、ね、といった感じですか。ただ岡田が仕掛けていますが駒田も早そうなんですよね。あ、これは嬉しい。あ、でもこれ決着つきそうってこと。決着つきそう。でもこっちも決着つきそうよ。何あれ今もっていうかまだかな。まだかな。クイタンっぽいですもんね。はい。あ、役なしペンカン3万。あー、ウーマン引いた。もう目まぐるしい。インシャンテインシャンテ。こっちもめちゃくちゃ勝負手。いい数層払いましたよ。勝負手。あ、なるほど。数層がドラ表で、はい、いい数層は町としては出上がり考えると弱い。そして打点も上昇ですか。まあ、打点はね、ピーフ消してるからあんま変わんないですかね。あ、こっち。あ、そうか、うんうん、そうか。パーソーパーソーとかウーピンウーピンで。あれあれあれ、あー、一通に変わって伊達さんが上がった。伊達プロが上がりましたか。ということで河野プロ、伊達プロが通過で間違いないでしょうね。そうですね、はい。まあ、一旦またあのちゃんとした確定したらね、はいはい、情報を伝えたいと思いますが、こちらも今白熱しているので駒田さんインシャンテン、あ、いいですね。これでも単野の方が早そうですね、うん、闇手も効きますよね、はい、夏目さんはもうめちゃくちゃ重たい手、苦しい。だけどこれね、夏目さんからしたら天敗、はい、一回ね、うん、岡田さんに上がられるよりは、うん、大月さんにね、一回リンちゃん待つ手もありますよ、うん、っていうとこで絞りに行ってますよね、うん、はい、さあ駒田もいいし、何待ちすっちそう。岡田はすっちそう。タイヤをドライチ2000点。いや、一刻も早くリンチ来た。大月さんいいそう引いちゃったんですね。結果裏目、駒田もこの待ち、スッチソーは1、あ、薄いわ。結構吸収されてるんですよね。あと1枚しかないわ、はい、いや、スッチソー薄いとなると大月さんチャンスじゃないですか。割り1だ。さあ、テンパイが入りました。いや、文句なくに1。これ岡田さんどうする。現物はない。ない。うわ、じゃあちょっとしばらく勝負行くしかない。行くしかないかな。いや、ちょっとでもマシなの切るのもあるけど。そうですね。うーわ、まあ、スーピンだな。スーピンが一番マシですね、まあ、これは、はい、大月の町はウッパーソーウーピン。ウッパーソーウーピンはどうですか。ウーソーが1枚、パーソー0、ドラありますね。ウーピン1、うん、2対1。そして駒田もテンパ入れました。駒田さん何待ち。タイヤオドラ1のリャーウーマン。うわ、これだってリャーウーマン誰から上がるかとかもめちゃくちゃ重要。そうなんですよ。あ、このウーマン、これは駒田さんが急走統一落としが見事でしたね、はい、ここは駒田の上がり、タイヤをピンフドライチ3900の上がり。さあ、この上がりで3回戦が終了となります。3回戦はトップから駒田、そして2着に岡田、3着に夏目、4着に大月以上の結果で3回戦が終了となります。続いて最終戦4回戦です。